やあ、プレミア。ごきげんよう。なあ、ついてきてほしいところがあるんだけど、付き合ってもらえるか？ついてきてほしいというのは？なんて言ったらいいのか。プレミアが訪れるべき場所かな。みんなが君の力になりたいって協力して探したんだ。みんなが協力？キリト、あなたも？私のために協力したいと思ってくれている？ああ、もちろんだ。わかりました。付き合います。このダンジョンで間違いなかったんだな。みんなのおかげです。うん、そう。お待たせしました。お疲れ様、プレミア。そうだ、何か伝承みたいなものが書かれていたりはしないかな。キリト、ここに何か書いてあります。ナイス、プレミア。大地を混沌が覆うとき、二人の女神が舞い降り、祈りによって黒き闇は振り払われん。二人の女神。どうでしたか？なあ、また新しい情報を手に入れたよ。正直、女神というのはプレミアだろうと思っていたけど、二人いるとなると話が変わってくるぞ。結局、プレミアのクエストはどんな内容なんだ？部分的にしか情報がないから話がつかめない。このまま進めていけば分かるようになっているのか。けど、違和感が拭えない。ふぅ、お待たせ。もうみんな集まってる？ああ、二人で最後だよ。急に呼び出しちゃってごめんな。
メッセージで知らせてもよかったんだけど、せっかくだからみんなに直接話そうと思って。話っていうのはプレミアのことだ。4つ目の成績を手に入れることができたんだよ。みんなが協力してくれていると聞きました。ありがとうございます。気にしないでいいよ。みんなやりたくてやっているだけだから。これでまた一歩前進だね。とはいえ気になる情報も出てきたんだ。以前にあったような伝承が今回のダンジョンにも書かれていてさ。前は確か女神より授かりし力の象徴である6つの聖石、その一つをここに祀るだったよね。ああ、それによって聖石が6つあるということと女神という存在がいることが分かったんだけど、今回新しく出てきた情報はその女神が2人いるってことなんだ。それってプレミアの他にもう一人女神がいるってこと？それかプレミアがそもそも女神じゃないか。なるほど、その可能性もあるわね。ここまでいろいろなクエストをやってきたけど、もう一人の女神なんて出てきてないよね。やっぱ女神は他にいるってことかな。となるとプレミアは結局何者なんだって話にもなるよな。女神のお付きの人とか？まあこればっかりはもうちょっと情報がないとわからないな。まあよ、クエストを進めることができたんだから、ここは喜んでおこうぜ。大地を混沌が覆うっていうのも気になるフレーズだよね。クエストを進めるたびに話がどんどん広がっているように感じる。連続して発生するイベントの数々や舞台となる場所、そして垣間見えるストーリー。このイベントの規模はキャンペーンクエストかそれに匹敵する大型イベントの可能性が高いですね。この先はさらに手応えのあるイベントが多く発生するかもしれないな。けどよ、6つある成績のうち4つが手に入って折り返し地点は超えてんだ。この調子でクエストを絶対に終わらせてやろうぜ。プレミアちゃんが女神じゃなくても俺たちの女神には違いないんだからな。俺たちの女神とはどういう意味でしょう？クラインの表情から察すると俺…そうすれば喜んでくれるぞ。素敵なご意見ありがとうございます。心に染みました。若干釈然としねえが、プレミアちゃんのことはお兄さんが守ってやるからな。クラインさんだけじゃありませんよ、シリカお姉ちゃんも守ってあげるからね。ああ、じゃあ私もリファお姉ちゃんに任せて。あんたらどれだけお姉ちゃんになりたい願望を持ってるのよ。こうして AI であるプレミアとみんなが過ごしているところを見ると、改めて仮想世界の可能性の大きさを感じる。でも全てのプレイヤーが NPC に特別な感情を抱くわけじゃない。プレミアを襲ったような奴や NPC を踊りにしようとしたプレイヤーもいる。そのことは仕方がないことだと思うし、間違った考え方だと断罪できるわけでもない。これから技術がどんどん進歩したとしても、それは変わらないんだろう。